あん時の命は、さだまさしの長編小説。2009年5月19日に、厳冬者より出版された。主人公が働く会社は、遺品整理業者、キーパーズが、モデルとなっている。映画化され、2011年に公開された。高校時代に、同級生との人間関係に傷つき、あるトラウマから心が壊れてしまった、アンズライラ。 そう,う病に悩まされていたが、通院治療によりようやくアンズ・ダイラの心の状態は安定する。高校卒業から3年後、アンズ・ダイラは父、シンスケが見守る中、仕事を紹介されて、古田が経営する遺品整理業者、クーパーズで働き始める。リーダーのスケショと先輩のユキから仕事のやり方を教わりながら、アンズ・ダイラは命と向き合う現場を経験していく。 しかしある日の作業中、アンズダイラは、トラウマとなった、高校時代のことを思い出し呆然と立ち尽くす。高校生の頃の同級生は、アンズダイラも含めて皆、言い知れぬ不安に怯えながらも、表向きは、平静を保っていた。そんな中、親友の山木が学校内の人気者である松井から、ネットいじめの被害に遭った末、アンズダイラの目の前で自殺してしまう。 それ以来、松井の悪意の矛先は、アンズ・タイラに向けられ、他の生徒とトラブルが起きるように仕向けられた。大人しかったアンズ・タイラの心にも、松井への憎しみが生まれ、いつしか殺意に変わっていった。自身を呼ぶ、スケショの声にふとあれに変えるアンズ・タイラだったが、その後も、高校時代のことが頭を離れない。ある時、 遺族の男にちょっと手を掴まれただけで大げさに悲鳴を上げる雪。心配したアンズライラは気晴らしに二人で出かけた時に理由を尋ねると雪もまた人には言えない精算な過去を持っていた。雪は高校生の頃に同級生からレープされ妊娠が判明した後に流産したことを告白。レープ相手の子供とはいえ一つの命をなくしたことで それ以来雪は自分自身を責めてきた。数日後、ある母親が自分の幼い姉妹を餓死させた現場での作業中にショックを受ける雪。雪は私、ちゃんと生きたいと言葉を残して、そのままクーパーズを辞めてしまう。第35回モントリオール世界映画祭出品時での映画はライフバック前。2011年11月19日公開。 岡田正樹と A 倉七のダブル主演となる。キャッチコピーは、それでも、残されたのは未来。レーティングは、PG-12。アントニオ猪木は、本作に一切関係していないが、主人公二人が、初期の名言、元気ですか、お叫ぶシーンがある。全国230スクリーンで公開され、2011年11月19、20日の、 初日2日間で、公衆給、357万7、500円、動員7万4280人になり、映画観客動員ランキングで、初登場第5位となった。遺品整理業者、クーパーズの人たち、アンズ・タイラの高校時代の関係者兄弟らの両親、遺品整理業で関わる遺族など、その他ソフト化2012年5月25日発売。 ブルーレイと DVD でのリリース。発売、販売元は、ポニーキャニオン。アントキの命プロローグ天国への引っ越し屋のタイトルで、映画公開に先駆け2011年11月5日の15時30分16時54分に、TBS 系列で放送された、ドラマスペシャル。映画版の2年前が舞台となっており、主人公は、スケショウ博。スケショウは、 古田が経営する遺品整理業者、クーパーズに転職してきた新入社員。初めての現場で気分が悪くなったスケショウは、古田から近所の家にチラシ投函を頼まれる。直後にチラシを見た瞳に出会うが、遺品整理は本人が生きているうちに依頼できますかと質問されたスケショは自殺を疑う。気になったスケショは、瞳から、 実家で一人暮らしをする母が心配になって聞いただけと言われて安心する。数日後、スケショウは遺品整理の依頼者である竹内家の親族に対しおせっかいがわざわいして立て続けにトラブルを起こす。古田の顔なじみの雪が働く居酒屋で古田はスケショウに割り切って仕事するようにアドバイスする。しかし、二人の意見が分かれてしまいスケショウが クーパーズを辞めると言って、店を出てしまう。スケショウはふと依然別の企業の人事部にいた時に、解雇通告した社員が自殺し、上司から割り切って仕事しろと言われたことを思い出す。歩いて帰ろうとする、スケショウだったが、酔って気が大きくなった瞳にばったり出くわす。瞳は、仕事や恋愛で悩んでいることを告白した後、スケショウに送られて、瞳が暮らすマンションへ向かう。 しかし、瞳の部屋で、スケショが目にしたのは、物で溢れ、遺品整理で扱う孤独死した人の部屋と同じ状態だった。スケショはこのままだと瞳が自殺する、可能性があると漢字ショックを受ける。しかし、瞳から、余計なお世話はいらないと突っぱねられ、スケショは何もできないまま追い出されてしまう。一方、居酒屋では、古田が、 遺品整理業を始めるきっかけとなった阪神、淡路大震災で出会った不死の話をする。雪は、古田もまた過去に、スケショウと同じように、おせっかいな行動をとっていたことを知る。続けて、古田から、遺品整理の仕事に対する考え方や、孤立死した人への思いを聞く雪。人知れず生徒死について、悩みを抱えていた雪は、遺品整理の仕事に興味を持つ。 数日後、遺品整理に魅力を感じたユキが、クーパーズの一員となる。主要人物その他の人物あんきの命プロローグ、天国への引っ越し屋に関するカテゴリー。ありがとうございます。